こんにちは。奈良市で骨盤のゆがみから様々な悩みを解決する縁西道鍼灸整骨院院長の福井です。本日も慢性的な痛みで悩まれているあなたにアドバイスであったり提案をさせていただきたいと思います。はい、本日のテーマなんですけど、こちらぎっくり腰、なりやすい人の特徴ということで、前回はぎっくり腰ってどんなものっていうことについてお話ししました。で、今回はどういった、人がぎっくり腰になりやすいのかっていうことについてお話したいと思います。この動画を見ていただくことで、ぎっくり腰を未然に予防できるっていう、技術と知識を持っていただけると嬉しいです。はい、それではやっていきます。一つ目ですね、まずぎっくり腰になりやすい特徴一つ目なんですけど、運動ストレッチをしていない人ですね。もうこんな言われんでも分かってるわって言われるかと思うんですけど、結局ぎっくり腰っていうのは筋肉が硬くなってそこに負担がかかるから、痛みが発生するものなんですね。なのでぎっくり腰にならないようにするためには運動とストレッチが大事です。実際、僕なんかも結構慢性的な痛み、腰痛っていうのを持ってるんですけど、ここ数ヶ月ですね、自転車通勤をしてるんですね。家から、15分ぐらいの短い距離なんですけど、この治療院まで自転車で来てます。自転車で来てたら、知らないうちに腰痛くなくなったんですよ。だからやっぱり腰痛には、運動っていうのはすごく大事だと思います。でハードな運動をする必要はありませんので、自転車であったりだとか1日15分のウォーキングであったりとか、そういうのが一番いいと思います。脂肪燃焼する必要ないからね、ウォーキングもそこまで長く歩く必要はないんで、10分15分とか体を動かしてもらえたらいいと思います。で、2つ目は姿勢が悪いことです。もちろんこれはね、腰にすごく負担かかります。姿勢が例えば猫背の方、背中丸まって、骨盤がね、こう傾いてくると、腰にすごく負担がかかってくるんですよ。このあたりはまた僕の他の動画、猫背に関する動画にも載ってると思うんですけど、姿勢を良くすることで腰への負担を減らすことができます。で、減らすとぎっくり腰になるリスクっていうのもぐっと下がりますんで、自分姿勢が悪いわって言われるあなたは、しっかりと姿勢を見直してもらえたらいいと思います。はい、で3つ目ですね、今姿勢が悪いっていう話をしたんですけど、3つ目は同じ姿勢でいることが多い人です。例えばそうですね、スーパーのレジなんかで何時間も立ちっぱなしで、仕事をしたりだとか、逆にパソコン作業でずっと座りっぱなしで、仕事している人っていうのはどうしてもね、腰に負担かかります。なんでかっていうと、骨盤がね、例えば座ってる人っていうのは骨盤が、後傾、後ろに傾きやすかったりだとか、立ちっぱなしの人は前傾ですね、前に傾いて反り腰になりやすかったりします。そうすると腰の筋肉であったりとか背骨の負担が大きくなるんで、痛みが発生しやすくなります。で、これも気をつけてもらう一つの対策としては、同じ姿勢でいることが多いのであれば、時々ちょっとこう体を動かしてあげる、ずっと座ってる人は、ちょっとね、トイレ行くみたいな感じでぐるーっと部屋の中を一周してまた戻ってまた仕事し始めるとか、ずっと立ちっぱなしの人っていうのは、お客さんに見られてたらなかなかできないかもしれないんですけど、少しね、こう腰のストレッチというか体操をして、曲げたり伸ばしたりして、同じ姿勢っていう筋肉を和らげてあげてください。それするだけでだいぶ変わってきます。はい。で、4つ目ですね。これね、意外かもしれないんですけど、ある程度体が柔らかい人っていうのは結構なりやすいです。僕なんかはね、体めっちゃ硬いんで、下のものを取るときに膝からね、こうかがむんですよ。膝からかがむから腰には負担かからないんですよ。でも、ギリギリ床に手の届く人とか、もうべちょーっとね、手首まで届くとか、なんなら肘ぐらいまで届くっていう人は、それほどリスク高くないんですけど、ギリギリ床に手が届くからそのまま前屈だけで下のものを取ってしまう、拾ってしまうっていう人は、要注意です。この人は骨盤でこうしっかり前屈してるんじゃなくて、背骨だけで、前屈しようとするから腰にすごく負担がかかっています。でもし自分がそういうことをしてるなと思ったら、気をつけてもらって、膝から、かがんで物を取るようにしてください。で、一番大事なのが、斜めのものを取るときですね。斜め前のものを取ろうと、斜め前方に前屈するっていう形ですね。このときっていうのはすごく腰に負担がかかりますんで、ぎっくり腰もそうですけど、ヘルニアとかそういったものにもなりやすいんで要注意です。はい。
今はここまででね、1から4、お話しさせていただいたんですけど、どれもやっぱり一番ね、大事なのはしっかり動かしてあげることですね。動かしてその筋肉を硬くしないこと、慢性的な腰痛を持っている人は慢性的な腰痛がなくなるように体操をしたりだとか、ストレッチをするっていうのが大事になってきます。ここまでご覧いただいてどうだったでしょうか。結構ね、バーって喋ったんで分からなかったかもしれないんで、もし分からないことがあったらコメント欄で質問いただければと思います。それではね、今日はこの辺で終了したいと思います。今回の動画参考になったなと思ったらチャンネル登録していただいて、今後の健康情報っていうのを見逃さないようにしてください。あとね、最近ツイッターとかも始めました。Facebook、インスタ、ツイッターっていうのを、やってますんで、またよかったら見てみてください。それでは今日はこの辺りで終了します。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。